じゃあ行こうか。報告に行かないと。見つけたんだよ、ホロテープとか。一応、最後の、メドテックリサーチじゃなくて、メドフォードと、あと、ナショナルガード。違うか、ナショナルガードで見つけたんだよ。それから、このリビア、衛星アレイでもやっぱり見つけて、ホロテープが、なんだっけ、これだ、これかな、エディ・ウィンターだったかも。あ、違う、スクライブ・ファリスだ。出血が止まんないって。出血を止められない。弾丸が動脈に当たったに違いない。弾丸が動脈に。もしこれを聞いたらアストリンの元にちゃんと戻れたことを願っている。ああ、するしかなかった。北のバンカーに行ってくれ。北のバンカー、生き残れ。それで一番一番大切なことだ。北のバンカーって言っていいじゃん。で、あの女の子はこれかな？ナイト・アルストリン。ナイト・タラ・アストリン、BOS 偵察チーム、429α、シリアルナンバー3431。ディストレス・パルサを発信してから3時間。パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。パラディンはのホロテープみたいなまだ見つかってない。戦死したのかもね。一応部下は大体分かったみたいな。これパラディンダンス、これだ。ダンスに報告する。いた、戻ったな。パトロール隊について何か情報は？報告。その偵察チームは待ち伏せにあった。彼らは自分たちのパワーアーマーが略奪されないように。あ、それで壊れてたのか。生き残れたのは3人のみだ。なんという損失。しかし彼らはやるべきことをやった。我々のテクノロジーは守られなくてはならない。どんな犠牲を払ったとしても。そうなんだ。ああ、パトロール隊。失礼、何のパトロール隊？行方不明になっている偵察チームのことだ。何があったか分かったか？あ、さっきやったよ。キャンプはグールたちに荒らされた。ナイト・アストリンはキャンプを守ろうとして死んだ。アストリン、彼女はかつて仲間だった。そうなのか。これまで見た中でダントツのマークスマンだった。くそ。他には？彼らは衛星アレイにたどり着こうとしたが、スクライブ・ファリスはその途中で殺されてしまった。支援を要請しようとしていたんだ、ちょうど我々のように。まだあるか？まだあるよ。ホロテープの一つでホールドアウトバンカーのことが触れられていた。そう、バンカー。パラディン・ブランディスはそこに交代したのかもしれない。それは知っている。任務指示のうちの一つだったから。ほほう。継続しろ。しかし警戒は緩めるな。何が待ち受けているかわからない。そうか、一個一個全部報告ってことか。リキシントンアパート、久しぶりに来た。これを西に向かって、これサンシャイン、なんだっけこれ。これなんかミニットメンの話だった。おやべ、西って、こっちが西なんて行けねえじゃん。まっすぐ行けるっていう話だったね。建物が邪魔してるよ。全然邪魔されてんじゃん。わ、やばい。
なんか戦ってるよ。ミスター・ドノヒュー？なんだこれ。殺してよかったのかな。なんか伝説のレイダーとか言って調子こいてるやつやな。何が伝説。ミセス・ドノヒュー。あー、夫婦で病気になっちゃったってこと。グールって病気なのかな。あれかな？ミスター、ミスター、こいつか。強戦士のナックルどうしようもない僕持ってんな。いいよこれ。なんでこれ同じ R で全部取れないの。いや肌着も取るよ。行こう。方角はこれでいいのかな。全然違うじゃん。ケンブリッジに向かっちゃうこれ。いるよ。なんでいるんだ。散々これ戦ったじゃん。あっという間に復活するな。あれだよな。高速の下行こう。てか高速の上前走ったことあるよな。また虫がいるんだよここ。今ねなんかウォーデルポンド見つけて、これにはドクミートで買ったんだけど、それはいいんだけど、ここか。もうすぐサンシャイン。さっきね武器商人さんがさっきあそこにいた。で今回は下見に行く感じ。サンシャインダイリングスっていうのはこれ。敵を一掃するって。これはミニッツメンの偵察隊が新居住地の候補となる場所を見つけた。敵にそこにレストン・ガビーさん自分で行ってくればいいじゃんっていう気はするんだけど、こっち方向だよ。あれかな、
あれ、あれミュータント？なんかでかいよ。めっちゃでかくない？あれ、ちょっと待って、地雷、地雷は9にしてあったっけ。とりあえずセーブだけして、このルートで来てくれればいいけどな。戦えるかな。やってみよう。ベヒモス。あ、いて。お、めっちゃいて。ダメだこりゃ。あ、逃げらんね。うわ、うおーおーおお、あー死ぬわこりゃ。どこにいんの？いた。あれ？何やってんだよこれ。どんだけダメージ？倒した。なんなんだこれ。誰誰？もうやろう。なんだよあれ。そう、ベヒモスだけじゃねえのか。何なんだよあれ。分かってんのか。倒した。
何なんだよあいつら、ふざけやがって。こっちが怖いやつと戦ってる最中に邪魔しやがって。うち殺したやつは二人いたよな。二人いるように見えないんだけど、まあいっか。